毎度サンリです。今はねちょっと季節型鬱です。だいたい11月あたりに始まったりするんやけど、今回は10月中旬ぐらいからかな。ちょっとずつ落ち込んでいって、なんか欲が湧かないし、すっごい眠たいし、でも逆に寝れんかったりして、食事もあんまりちゃんとしてなくて、昔動画で言ったことあるかちょっと覚えてないけど、15歳の時に重症うつ病になったことあって、そっからまあ回復はしてきたんやけど、やはり季節的にちょっとうつエピソードになりがちで、まあそれがもう人生の半分なのよね。15年以上、まあそのうつの防止とあと回復の対策としていろいろ試行錯誤をしてて、まあやはり私は3つの S が一番大事です。もう一番大事というか基本です。ぜひうつやその他あの精神病の傾向がある方はぜひ参考にしてください。まず1つ目は食事です。食事をしっかりとらないとエネルギーももちろんもらえません。だから体がだるかったり、もう元気が全くない。そんな大した食事でなくて大丈夫です。自炊してグルメを食べたりとかじゃなくても、まあ例えばカップ麺ばっかり食べても、ブロッコリーとか買って茹でて、そのまま、まあ、マヨネーズでもかけてそのまま食べたりするのもすっごい大事。栄養バランスがめちゃめちゃ大事。あのトマトを丸かぶりで食べてもいいし、あのキュウリ、私も昔結構キュウリをそのままもうなんかあのかじったりしてたんですね。とにかく食事はしっかりとりましょう。あと時間も大事です。あの食事の時間でなんか睡眠の時間もある程度コントロールできるというか、しっかり朝ごはん、まあ、昼ごはん晩ごはんはその決めた時間っていうか、だいたい同じ時間に食べると睡眠リズムも良くなっていくらしい。ということで2つ目は睡眠です。しっかり睡眠をとるっていうのがもちろん体の疲れをあの取ることなんやけど、脳みその疲れを取るには睡眠がめちゃめちゃ大事です。寝すぎないようにも注意しないといけないけど、まず十分7時間ぐらいは少なくても取れるようにするといいんやな。で最悪眠剤でも飲んでいいし、私も今飲んでます。あのやっぱ寝つきが良くないと永遠に寝れないし、朝は仕事もあるのでどっちみち決まった時間に起きないといけないから、あのそれやったら夜も決まった時間に寝るようにすればいい話やねんな。なんかペロッと言ってるけど、ほんまにあのそう簡単じゃないなって自分も分かってるので、でもなんとかいろいろ自分に合う方法をあの調べたりしていろいろやってみたりするのはいいと思います。ラベンダーは結構いい効果があるらしいので、例えばラベンダーのお香を炊いてたりしてもいいかもしれないね。3つ目はシャワーです。まあシャワーっていうよりもあの体をきれいにすること、衛生ですね。私は結構そのうつエピソードの時は何日もお風呂入らない時があるのね。でそのなんていうか汚さで結構自分のことも嫌になってしまうよね。もうなんでこんな自分がダメなんだって、もう髪の毛も汚いしもう臭いし、それでやはり全く肯定感が上がらないわけやね。毎日じゃなくてもしっかりお風呂入らなくても、まあ、顔だけ洗う、せめてとか、ちょろっとだけ入る、ちょっと濡れたタオルで最悪脇を拭いたりしてとか、なんかそういうことはやはりすっごい大事やな。あの自分をきれいにするのが、パンツもちゃんと履き替えましょう。
ね、最悪それやねんな。というわけで、私が大事に感じてる 3S の紹介でした。ぜひご参考にしてください。本当にしんどいけど、なんとか乗り越えれると思います。頑張ってね。一人じゃないから。私もここにいるよ。すっごいしんどい時は過去にあったし、今もあるし、これからもやってくると思うやけど、うまくいくことは約束はできひんけど、大体なんとかはなる。なんとか乗り越えられる。大丈夫だよ。うん、きっと頑張って応援してるよ。では次の動画で、ほなまたねー。